ヒューマ・セケラは、南アフリカ連邦出身のトランペット、フリューゲル・ホーン、コルネット奏者にして、作曲家で歌手。グレイジング・イン・ザ・グラスのヒットで知られる。幼少時より、歌とピアノを演奏している。14歳の時、カーク・ダグラスが、ジャズミュージシャンのビックス・バイダーベックを演じた、映画、情熱の競争曲を見て、彼はトランペットを手に取った。 1964年から1966年まで、ミリアム・マケバと結婚していた。1967年に、バーズが発表した2枚のシングル、ロックン、ロールスターとレディーフレンドのレコーディングに参加。1968年に発表したシングル、グレージング・イン・ザ・グラスが、ビルボード・ホット100の1位を記録した。2010年。 ヨハネスブルグのマーケットシアターで演じられている、ミュージカル、ソングズ・オブ・マイグレーションに主演した。何屋が誇る、トランペット奏者、ヒューマ・セケラ3四曲78歳。afp、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ 3159676cx。 パートイコールトップストーリー2018年1月23日、閲覧。バーク、ジェイソン、ヒューマセイカエラ、サウス、アフリカンジャズトランペトル、ダイズエイジド78。ザガーディアン、https、www.seagardian.com、ミュージック、2018、ヤン、23、ヒューマ製カエラ、サウスアフリカンジャズトランペトルダイズエイジド7 8ザガーディアン h t t p s w w w s e a g a r d i a n c o m ミュージック2 0 1 8ヤン2 3ヒューマセイカエラサウスアフリカンジャズトランペトルダイズエイジドマイス -78 ユーンズ。 グラハム、アビチュアリー、ミリアム・マケバ。ザ・ガーディアン、2018年1月23日閲覧。ありがとうございます。